真似すれば大丈夫だと思ったのに、こんなことになるなんて。中国の高速鉄道の整備が急速に進んでいます。総延長は日本の新幹線の10倍を超え、勢いを増しているように思えます。しかしそんな中国の高速鉄道の発展に黄色信号が灯っているのです。実は中国の技術では高速鉄道の安全性が保てないと世界中が気づき始めています。自国の高速鉄道の危うさに気づいた中国が頼ったのが日本の企業でした。安全性を担保するのに欠かせない小さな小さな部品ネジが中国の高速鉄道を救うことになるのですが、中国が真似しようとしてもどうしてもできなかった日本の確かな技術力とは一体どんなものなのか。また中国の高速鉄道は今後どのような道をたどっていくのか、ぜひ最後まで見て確かめてくださいね。1. 中国の高速鉄道急成長。その実態は、国を挙げて整備を進めている中国の高速鉄道。2022年までの総延長はおよそ42,000キロで、2023年にはさらにおよそ2,500キロ伸びる見込みです。2035年にはさらに70,000キロまで伸ばしたい考えのようです。日本の新幹線の総延長距離が3,000キロほどであることを考えると、長さだけで言えば大いに世界をリードしているように思えます。また2023年内には標高3,000メートルの秘境雲南省のチベット族自治州シャングリラまで高速鉄道を開通させる見込みで、古い町並みが残る旧市街が世界遺産となっている雲南省麗江までおよそ1時間半で結ぶことになり、中国の端から端まで高速鉄道を走らせようとしている様子がうかがえます。これによってさらに観光が活性化するのではという期待も高まっているようです。今や世界一の鉄道技術を持っているなどと豪語する中国ですが、その技術はとても日本に及ばないものだったのです。そもそも高速鉄道に関して何の技術も持っていなかった中国は、フランス、ドイツ、日本などから技術を提供してもらい、その後国産化にシフトしていきました。すでにあるものの真似をすれば簡単に何でも作れてしまうと思っていたのでしょう。ところがどう真似してもできなかったものがありました。それが日本の中小企業ハードロック工業の緩まないナットです。ナットとはネジの一種、ドーナツのような形をしていて内側にギザギザの溝がついています。物を固定する際に使う部品でボルトとセットで使います。日本の新幹線は16両編成で2万本のボルトが使われています。高速鉄道はその名の通り高速で走りますので、振動が発生しナットが緩んでしまいがちです。もしナットが外れてしまったら大事故につながってしまいます。小さいながらとても重要な部品なのです。ナットの定期的な点検や締め直しには膨大な労力と時間が必要になるため、中国はハードロック工業が作り出した緩まないナット、ハードロックナットを真似すればいいやと考えたわけです。ナットの原理は難しくなく、一見普通のネジですが、独自に生み出された最高技術はたやすく真似できるものではありませんでした。2. 日本製ネジを真似したはずなのに、歴然とした差が。中国ではハードロックナットの模倣品を作るメーカーが2社現れ、せっせと似た製品を作っていきました。ところがいざその製品を使ってみると、ナットに緩みが生じ、脱落したり車体が壊れたりする事故が発生、結局責任問題へと発展し、メーカーは多額の損害賠償を支払う羽目になり倒産してしまいました。国産化をうたい、見た目だけしか似ていない粗悪品を使ってしまったがために、車両の安全性への信頼をなくす結果となってしまったのです。これにより国外への高速鉄道輸出にも歯止めがかかりました。欧州では
安全基準を満たしていないという理由で契約が取り消されました。またアメリカでも2016年、中国の建設事業の準備が遅いという理由で建設許可が取り消されています。表面上の理由は準備が遅いとしていたものの、これまでの中国の事故や設備、管理体制のずさんさを見て、安全性に問題があると捉えられたのは間違いないでしょう。事実上アメリカでの事業展開ができない状態となっています。3. 誰にも真似できない。日本独自の最高技術。中国の業者が真似しようとしてもできなかったハードロックナット。これまで完全にコピーできた業者は1社もないと言います。一体普通のネジと何が違うのか、簡単にご説明しましょう。ハードロックナットは、古い日本建築の技法からヒントを得たと言います。それは神社の鳥居に使われているくさびを使った技法です。ナットとボルトの間にくさびを打ち込んだら、緩み止めになるのでは、と考えたのです。試行錯誤の末、一本のボルトにデコボコの形の2つのナットを使う方法にたどり着きました。デコボコのナットを上下に組み合わせる際に凸形のナットの芯を少しずらしてくさびの代わりにしたそうです。そのくさび効果は抜群で、緩もうとすればするほど緩み止めのロック効果が発揮されます。しかも取り外しも簡単で何回でも使えることも強みとなっています。2005年にはアメリカ機械学会で研究論文が発表されて、ハードロックナットは構造上絶対に緩まないことが科学的にも証明されています。ハードロックナットが使われる前の新幹線はナットの緩みがないかを2時間かけて確認する必要がありました。しかしハードロックナットに変えてからはその手間が必要なくなったため、到着後すぐの折り返し運転が可能になったのです。2014年には東海道新幹線開業50周年を記念して、JR 東海から安全運行に特に貢献したとして表彰されました。ナットが残し続けてきた長年の成果が確かな信頼性も築いてくれたわけです。ハードロックナットは新幹線だけでなく、橋梁や高層ビル、東京スカイツリーなどにも使われています。東日本大震災の揺れでもナットが緩むことはなかったそうです。開発から40年以上改良を繰り返してきたといい、これまでナットが緩んだという報告は一件もないんだそうです。ハードロックナットは長年の経験と研鑽に裏打ちされた、まさに日本の最高技術なのです。くさびのアイディアがあってこそのナットですが、誰にも真似できないほどの技術まで高められたのは、日本人のひたむきな努力とものづくりへの情熱、またそれを実現できる確かな経験があってこそですよね。ハードロックナットには独自のノウハウが詰まっていて、製造設備も自社で製作しています。ナットの情報を外部に公開しても、そのノウハウさえ守れれば真似することはできないというわけです。中国が作った模倣品が大きく品質を損ね、さらに故障などが相次いだことから、ハードロックナットをコピーすると大変な目に遭うという情報が広がり、その後模倣しようとする企業は全くなくなったそうです。日本の高度な匠の技を盗むのは不可能に近いと聞くと、日本人の私たちとしては少しほっとしますよね。 4. 中国国産化に失敗。ナットを完全輸入。高速鉄道に使われた中国産のナットは脱落や故障が相次ぐという結果になってしまったことから、安全性を保つためには日本製のハードロックナットを使わざるを得ないと中国側も判断したようです。現在中国高速鉄道に使われているナットは全てハードロックナット、完全に日本からの輸入に頼らざるを得ないというのは中国にとっては悔しい部分もあったとは思いますが、日本製のネジを使わざるを得ないことを認めて公開しているところを見ると、珍しく負けを認めて受け入れているような感じがしますね。ごまかしが効かず、完敗を認めざるを得なかったといったところでしょうか。国産化を謳いながらナットを輸入に頼っていることについて、世界からは様々な反応がありました。原理を公開しても誰も真似できないってすごいな。高速鉄道にしろ空母にしろ、実は全く国産ではないんだよな。
知ってる人は知っている。誰に何と言われようが事実は事実。忍耐強さが違うよ。金にならないとすぐに諦め、時間がかかると逃げ出す中国人には研究開発は無理なことだ。世界から見ても日本と中国の技術力の差は歴然としているということなのでしょう。5、大赤字を抱える中国高速鉄道、今後はどうなる。営業距離に関して言うと圧倒的な大差で世界第一の中国高速鉄道ですが、実は採算性が取れないのに闇雲に延伸しているという見方もできるんです。中国は2016年から20年までの5カ年計画で貧困の撲滅と農村の振興を重要な取り組みとしてきました。そのための重要な手段とされたのが高速鉄道の建設です。鉄道建設のために4兆3000億元が投じられ、鉄道の通っていなかった130の県に鉄道を通しました。ところが中国では農村部の空洞化や高齢化が深刻な問題となっています。鉄道建設に合わせて農村部での独自の産業を育てるなどインフラが整備できれば、その土地の活性化を促すことができますが、中国は鉄道の建設だけを急ぎ、インフラの整備は二の次になってしまいました。その結果、その鉄道を使って農村部の人は都市部へと移動してしまうという残念な事態が起こってしまったのです。高速鉄道を建設したそもそもの目的、貧困の撲滅と農村の振興を達成するどころか逆効果になってしまいました。地方に作った駅は閑散としており、駅を作ったはいいものの開業できずに建物だけがポツンと残された駅も少なくありません。中国の国有企業中国国家鉄路集団は2022年12月の最終損益が695億元、日本円でおよそ1兆3800億円の赤字となりました。前年12月期の498億元からさらに悪化した形です。新型コロナウイルスの影響が大きいとされていますが、中国高速鉄道の年間の赤字額は数千億元にも上っていて、その債務額は6兆元、およそ117兆円を超えています。国内総生産 GDP 比で 5% に達する額で、中国の高速鉄道事業が国を潰しかねない状況なのです。ドル箱路線といわれる北京上海間も2022年6月期までの半年間で10億2800万元、約207億円の純損失を計上していて、地方だけでなく国全体で高速鉄道がお荷物になっているわけです。中国の人口も2021年をピークに減少へと転じていて、実質の利用者も減る中でひたすら高速鉄道を伸ばし続けているのです。中国としても高速鉄道の新規開設については年間2500万人の乗客数が必要との試算を発表しているそうです。採算を考えて作らないと厳しいことに気づいていながら、高速鉄道の開設を止めることはない。名ばかりの世界一を語りたいがためにそうなるのでしょうか。いずれにしても今後中国の高速鉄道がどんな道をたどっていくのか気になるところです。もはや全てが破綻する道しか見えない気がするのですが、皆さんはどうお考えでしょうか。本編に登場したハードロック工業の現在について少しお話したいと思います。現在は航空機産業分野への進出を視野にハードロックナットの軽量化に取り組んでいるようです。航空機には1機あたり100万個のナットが使われているそうです。燃費のためにはどこまでも軽い方がいいということで、17グラムあるハードロックナットの軽量化に挑み、5グラムまで改良。それでもサンプルを送ったボーイング社から OK は出なかったといいます。もう無理と思った段階からさらに工夫を重ね、材質を変え、サイズも限界まで小さくするなどして 3.3 グラムまで軽量化に成功しました。ここまでしてようやく認めてもらえたそうです。決して諦めることなく工夫し努力をし続ける、ハードロックのそういった姿勢からナットは生まれ成長し、世界のあらゆる建造物
乗り物を支える大きな存在になっているのだなと感じずにはいられません。ハードロック工業は従業員が90人ほどの中小企業ですが、そんな会社が世界を支えていると思うととても誇らしいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。